皆さんこんにちは、ミトガラチャンネルのミトです。はい、ということで今回はね、ポケモンダイパリメイクの地下通路について皆さんにいろいろね教えていきたいと思います。で、まあ、あのね、地下通路入り方わからないよって人はね、後で一応やり方紹介するんだけど、今回はね一応入ることできて、地下通路で何ができるのっていう、まああれだね、ダイパとの変更点、いろいろねそれを喋りながら皆さんに教えていきたいと思います。で、まあね、地下通路入るとね、いろいろ化石掘ったりとか、マジでいろいろやることあるんだけど、最初にね、多分目につくのがこれだね。今左上の数字に書いてある40分のなんとかってやつ。で、これ40個集めると多分何かが起こります。で、ミト柄もね、まだ何が起こるかはわかりません。で、なるべくローカル通信とか、まあ近くの人、まあ友達とかとね、やって40個いろいろね、集めた方がいいです。で、この40個の集め方はこれだね。今左行ってもらうと、こいつなんだ、ディグダか。ディグダがいるんだけど、こいつにね、こうやって当たると、もらえます。キラーンって。お !40 個集めたぞ。はい、40個集めました。そしたら、まあ、地下でいいことが起きるって言われたんだけど、え、何すればいいんだろう。ミト柄もね、分かってないから、ちょっと進んでみる。一応ね、この R ボタンを押してもらうと、こんな風にキラキラ光って、まあ、マップにもね、出てるんだけど、化石をね、掘ることができます。今40分の40だから、もしかしたら、レアな化石が出てくるのかもしれない。もちろんね、これ化石掘りすると、化石以外にもね、なんとかのかけらとか、いろいろ出てくるんだけど、さあやってみようか。はい、それでね、ここね、ダイパこの変更点なんだけど、ポケモンのね、化石だけじゃなくて、なんかね、自分のね、部屋に置ける宝箱。その宝箱の中から、まあ、石像がね、実は出てくるんだけど、ポケモンのね。その宝箱も集めることができます。さあ、で、まあね、宝箱ゲットしてるところとかは今ね、画面に流すんだけど、そういうのも集めれるから、めちゃめちゃ楽しい。それがね、楽しすぎて全然ね、ストーリーから先に進めないっていう今現象起きてます。はい、で、今マップにね、出てると思うんだけど、このね、部屋に入ると、なんと、ポケモンがいます。で、これがマジですごい。今、2個目のバッジゲットしたところなんだけど、何が出ると思う？みんな。これね、ミト柄のね、今、データ上では、なんと、その多分、ダイヤモンドパールでもしかしたら違うかもしれないんだけど、出るポケモン一覧としては、なんと、アブス、そして、ストライク、グライガー、ベロリンガ、で、コイル、それにカイロスにヘルガー。やばくない？だって今、ジムバッジ2個目だよ。その段階で今言ったポケモンがゲットできます。で、ちなみに、ミト柄のポケモン見てください。ほら、ストライク。で、こいつなんだ？こいつの名前ちょっとわかんないけど、こいつ。で、グライガー。すごくない？こんな感じでね、今まだジムバッジ2個目。この序盤でこんな強いポケモンが手に入ると最高だね。で、このね、空洞の中入ってもらうと、たまにね、落とし物も落ちてます。で、落とし物はね、技マシンとかあるんだけど、なんと不思議な飴もたまに落ちてる。だからしっかりね、探索した方がいいです。まあ一応ね、この空洞に入ってもらうと、今からね、画面に流すんだけど、本当にね、ストライクとか、アブソル、まあ、ヘルガーだったりね、まあグライガー、ベロリンガー、カイロス、いっぱいいます。さあ、だからね、みんなもぜひね、探索して、ミトガラさんが言った以外にも、こんなポケモンいましたよとか、そういうのあったらぜひね、コメント欄でよろしくお願いします。さあ、40分の0になっちゃったから、もう一回ね、40個集め直して、何が起こるか、この後ね、動画で流したいと思います。さあ、40個集めるぜ。はい。で、時間制限終わって、ちょっとね、ミト柄何もできなかったんだけど、なんと編集長がやってくれてて、ね、40分の40になると、発掘の中から豪華な宝箱が出やすくなります。で、今ね、実際に映像で流れてると思うんだけど、まあ、こんな感じでね、豪華な宝箱出ます。まあ、普段はね、40分の0とか、40個溜まってないと普通の宝箱なんだけど、まあ、貯めてから、発掘した方がいいのかもしれないね。うん。はい、最後にね、そのね、さっきね、発掘でいろいろ宝箱が出るって言ったんだけど、そっから石像が出ます。まあね、動画も流したんだけど、
それがね、どういう効果があるかっていうのを説明していきたいと思います。はい、まずはね、秘密基地作ってもらって、自分の秘密基地に入ります。はい、ドヤ顔。おいおいおいと。なんと、ミトガラの部屋はガブリアスとボーマンダ出ました。すごくない？この2体。で、この石像を置くと何になるんですかっていうと、これだね。ミトガラの秘密基地をクリックしてもらって、まあ、石像を置くってやると、こんな風にね、いろいろ宝箱から出てるポケモンを置くことができます。で、今私が置いてるのはこれだね。ガブリアスとボーマンダ。で、まあいろいろ置けるんだけど、多分ね、置いたポケモンの中から多分多いタイプのが優先されるのか、そこら辺はね、まだちょっと詳しい仕組み分かってないんだけど、こんな風にね、石像効果、ドラゴンタイプのポケモンの出現率が少しアップ。多分だけど、出現させたいタイプのポケモンを狙ってこんな風に石像を置くと何か起こるんじゃないかなって。でワンチャンなんだけど、なんかね、歩いてる、なんだろう、歩いてたら、山男みたいなやつがいて、そいつのね、台座を買ったりすることができます。だからワンチャン台座置いて飾ったら効果強くなるとか、でどういう風なね、マジで仕様があるかわかんないから、ぜひね、わかる人いたらコメント欄でよろしくお願いします。ちなみになんだけど、編集長はね、豪華な宝箱の中から銅像を出してるので、ちょっとね、一変変わったね、銅像を見ることができます。入ろうか。すごくないこれ、編集長の部屋。もう何でも飾ってるね、何でも。もうね、編集長欲が強いからね、欲が。まあそんな冗談はどうでもいいんだけど、ほら、これ見て。このね、ちょっと色が違うの分かるかな、みんな、微妙に。この色が違うのが豪華な宝箱の中から出てきた銅像です。で、まあ、豪華な宝箱から出てくるからといって、その石像効果が強くなるってわけではなさそう。うん。本当にね、確定情報じゃないから、マジで何にも言えないんだけど、今のところミトガラ的データではそうだね。いやー、すげー豪華だなー。羨ましいわ。はい。いろいろね、長々と喋ったけど、このね、地下がどれだけすごいかっていうのが皆さんに伝わったと思います。今、ジムバッジ2個目だけど、この段階で、マジで、こんなにレアなポケモンに巡り合えて、かつ化石掘りもめちゃくちゃ楽しいと。もう一生ストーリー進めないね。ダイパリメイク、最高だわ。